ソフトペンはプラチナ1万年筆から発売されているペン。採点ペンやマーキングペンとも呼ばれる。インクやペン先が交換可能で経済的であることから、1964年の発売以来長きにわたり、多くの教育現場で採点用や赤入れ用のペンとして用いられてきており、学校の先生の赤ペンといえば当製品を想起する人が多い。 最も多く使われている赤軸の他に、黒軸と透明軸のものが存在している。過去には緑軸、青軸、ピンク軸や小豆色のものも発売されていた。ソフトペンまた、2011年にソフトペンはリニューアルされ、1、クリップの強度と耐久性の向上、2、インク漏れを防止するカバー構造の採用、3、多量の採点筆記における疲労感を軽減させるため全長が、 やや長くなり軸幅もやや太くなるなど使いやすさの向上が図られている。さらに2016年にはキャップの内側の素材が変更され強度が増した。書いた字の様子学校や塾などでよく使われるこのペンのインク色はピンク色に近い赤であることが多い。ソフトペンのパッケージにはマーキングペン専用のインクを使うように書かれているが専用インクは 赤と黒の二色しかなく、赤は濃い赤である。学校や塾などでよく使われる、このペンはピンク色であることが多いが、それは万年筆専用の赤インクを使用しているからである。ソフトペンのインクのカートリッジは、プラチナ製万年筆のカートリッジと同じ形状である、ため、使用することができる。万年筆用のインクには、通常の赤、黒、 ブルーブラックに加えてピンク、紫、黄、緑、水色、茶色が販売されている。現行品のペン先チップは黒色のみの販売となっている。過去には ST-100 として赤チップも販売されていた。また SN-800 には朱色チップが装着されていた。現在は高分子式のみに朱色チップが流通している。ありがとうございます。